はい今日のアメリカ行きますよ <laughs> えっと、今日のアメリカのニュースを喋りたい、分析したい、英語も教えたい、行きましょうまずあ、いろんなニュースが出てますね。えー、一個面白いことが起きているのは、アメリカで、えー、っと真逆の話が多いということだそうです。えー、例えば、 バイデン大統領が統計を取ったら若干トランプより今リードしてますと43%対41%みたいなそういうアンケートの結果が出ておりますだからバイデンはまだ強いみたいな話がありながら同じ日に同じようなこうメディアからバイデンはまもなく懸念しますやめます 絶対次の大統領選挙には出ちゃいけません。みたいなニュースが両方同時に出てます。どうなってるんですかというちょっと面白いことが起きてます。はい。あと、よく聞く言葉。これはですね、よくアメリカのニュースで今出ますね。エク t ステンシ a l Crisis これ発音難しいね。existential. 俺も言えないな。existential.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 It's existential. an existential crisis.It's an existential crisis. こんな感じだと思います。それはどういう意味でしょうか存在の危機。ほう。日本語もかっこいいですね。 これは存在の危機だこんな感じでね、えー、っと大体この言葉を使われるのは、えー、っとバイデン政府ですね、えー、トランプに対してそっち側に対しての言葉ですもう存在の危機ですアメリカに対する存在の危機ですというような言葉が えー、よく出てます。これ、ニュース聞くと、絶対出てくるんで気にしてください。existential crisis. 結構、難しい英語でございます。はい。それと、えー、ちょうど、昨日、アメリカで終わった、えー、RNC、RNC、Republican National Convention か。 コン,スコンベンション、レリ,リカン・ナショナル・コンベンション。最後の日が、えー、3日間だったのかな、えー、っとやっぱり一番メインイベントは一番最後に、えー、その大統領選挙の候補の人が一番後ろ、一番最後に出てスピーチ。で、今回トランプですね。トランプとその VP に選ばれたら J.D. Vance っていう人ね。まあ、で、えー、やっぱりアメリカがす,すごいなと改めてまた、えー、いろいろ見て思ったんですけど、その最後に大統領候補のこう政治、政治家をこうメインなんだけど、それに向けていろんな、えー、スター、いろんなセレブ、いろんな有名人が 出て、盛り上げて、スピーチ、盛り上げて、スピーチ、盛り上げて、トラーンプみたいな感じで、えー、今回は、まあ、すごくこう、アメリカらしい。えー、まず、昨日も紹介したけど、ハルク・ホーガン。ハーク・ホーガン。プロレスの伝説のキャラですね。えー、彼が出たんですよ。で ジャケットを脱いで、もうやってられねえんだ、バカ野郎みたいなの投げながら、俺のヒーローに弾打ったやつはー、みたいな、すごいんだよ、そのなんか演出。で、T シャツをね、こう、ぶわーって破ったら、その下から、真っ赤なトランプ、バンスって書いた、えー、2024年みたいななんか T シャツが出てきて。 客がもううーわーみたいなでまあこれがかなりあーのー盛り上がったらしいですねでその後キッドロックキッドロックキッドロック,キッ,ロックキッドロックっていうのはアメリカの、えー、ロックミュージシャンで僕はね個人的にあまり聴かないタイプではあるんだけどまあすごい有名な人で存在はしてて 彼のあライブがありましたでキットロックは前からすごくこうえっ、ー、と右寄りのまあトランプファンでもあるしあそっちのあすごくこうザ・アメリカンみたいなもう銃も好きだしみんなフリーダムみたいな感じであのー、キットロックは結構こう発言力もあるミュージシャンですね。 で、キットロックもステージに出て盛り上げました。で、その後、デイナ・ワイト。デイナ・ワイト。この名前知ってる人いたらちょっとマニアックだと思うんですけど、アメリカのあの UFC。UFC の、ああ、組織の、ボスですね。その UFC を作り上げた人。この人もね、すごくこう、なんだろう。 有名人ですね。あのー、その UFC の力と、まあそれを作った人ってみんな結構なんか彼のことすごくリスペクトしてるんですよね。すごくこう人としてとか、その組織として作り上げた、あの UFC を作り上げたデイナ・ワイトみたいな感じですごくあーリスペクトしてますね。で、彼も出てしゃべったんですよ。うん、これも、 すごいラインナップですね。で、最後にトランプが出て、えー、スピーチをしたと。で、最初はやっぱりみんなが言ってたように、いつも以上にこう落ち着いてると。なんかすごくこうリーダー的な雰囲気が出てると。で、まあ、スピーチの後半、結構、あの、アドリブもやっぱりどんどん入ってきて、まあ、いつものトランプっぽい。なんかよく内容がわからない。 事実なのか何なのか分かんないけどまあいろんなことを言ってるなみたいなスピーチに最後ちょっとなったっぽいんだけどまあまあまあでもその全体このコンベンションのこのパフォーマンス性と今までねこの RNC のコンベンションっていうのはね非常にあのつまらないものっていうのが僕もね今までね見たことも気にしたこともないですよ。 もうあんなの見るものでも何でもないなっていうものなんだけど今年はすごくそのイベントそのもののプロデュース力がすごく良いとで一体感がすごく生まれているでそれにトランプの暗殺未遂事件があったばかりですごくみんなエモーショナルになってるだからなおさらこうバイブズが集まったという 感じだったそうですで、すトランプのあスピーチの後に最後オペラの歌手が出てオペラの曲で終わる何の曲でどんな歌手かちょっとごめんなさい僕そこはチェックしなかったんですけど、まあ、もちろん有名な人で有名な曲やったっぽいんですよねすごくそのあディレクションそのコンベンションの ラインナップを考えて誘ったプロデューサー結構すげえなと思いますね。ハルク、キッドロック、UFC のデイナ・ワイト、トランプ、オペラク。 それとですね、あ、はい、スクリーンショット。今日の後、ピックアップしたニュースいきたいと思います。えー、もう一つ、まあ、トランプ側の話はこんな感じです。とにかく、そのあ、盛り上げのコンベンション、ミルワーキーっていう街で行ったんですよね。ミルワーキー。で、一週間後ぐらいかな。来週かな。一週間か二週間いないぐらいに、今度、えっ、ー、と、バイデン側の DNC, DNC, DN Democratic National Convention というあー反対側のコンベンションが行うんですよ。さあそこでどうなるんですかバイデン、あのもう予防予防になっているコロナに今かかっているバイデンが本当に大統領候補になるのかもうこの2日間ぐらいでまたね、ニュースがいろいろ展開してて えと今日どんどん出ましたね。VP のハリス、ready to rise to the top of ticket at any moment。この、えー、ニュースの見出しが出ましたね。あ、これね、ちょっと日本語で、えー、と訳してみましょう。Rise to the top. トップに立つ。ああ、トップに立つね。Rise to the top。まあ、ちょっと英語でこうトップに立つって日本語ちょっとこれ感覚違うね。Rise to the top って上にこう上がっていくみたいな。上に上がる準備ができております。いつでも上に上がることができます。いつでも上に上がれる。どっちかっていうとそんな感じですかね。Rise to the top at any moment any。Moment. どの瞬間でもね、直訳どの瞬間でもいつでも上に上がる準備はできております。V.P. ハリス、アメリカ人この人本当苦手ですからね。そしてこれです。President Biden's decision on his future expected in coming days. President Biden's decision on his future expected in coming days. President バイデンの未来に対する決め事ね Decision future his on そのの本人の未来についての決め事。まもなく発表。coming days。この coming days というのは日本語で何と言うんですかね。これちょっと訳してみましょう。 In the coming days. これ結構英語でこの表現使うんだけど今後か今後まあ coming days って直訳するとあの数日以内って感じかなだから結構もうすぐ日本語で今後って言ったら俺もうちょっと長い感覚なんだけどどうなんだろう coming days で英語でもうほんと明日明後日 しあさってまで入ってると思う。3日いないぐらいにバイデンの発表があるんですで、こういう時ね、こういうね、こうちょっと悩んでるような顔を出すんですよ。本当、この写真選びってすごいなと思うんだよね。はい、ちょっと,、えー、と政治ネタから一旦離れて、このネタですね。アンティトゥリスト

バックラッシュ。反発。ああ、いいですね。反発。ーあのー、このウィップね。これがこう跳ね返ってくる時それがバックラッシュ。この跳ね返ってスパーンっていくのが、ちょっと反発は。 やっぱこう訳すのって難しいもんだな。俺的にはちょっと感覚が違ったりするんだけど、backlash はまさしくそれ。こう、こういうホシッってやった時の跳ね返りが怖いですよね。スパーンって A Lash っていうのは、あの、フィップで叩いて、その残る傷がラッシュっていうんだよね。I'll give you a lashing.I'll give you a lashing, young man. あのお父さん、昔のお父さんはこうベルト脱いで子供のお尻スパーンって叩いてたんですよ。僕のお父さんはね、やらなかったんですよね。優しいお父さんで。えー、僕、ケツはあのベルトではさすがに叩かれたことないんですけど、手はあったかもしれないね。でも僕、僕、いい子だったんで、そんな悪いことはしてませんでした。はい、バックラッシュ、反発。えー アンチ、えー、観光反発、ヨーロッパでだいぶ起きてるらしくて、このクルーズシップが、この船が、あのー、予定変更してると。着腕できない。来るで観光客そのネタでもう一つ、これは北海道のネタを出してきました。皆さん、これ見ましたかこれは結構 こう面白いネタですね。えっ、ー、と北海道に青い池というのがあります。乾杯。いすみません、ちょっと分けがあって最後に説明するけど、今日飲んでます。この青い池っていうのは美エ町っていうところにあって、で昔なんかサボダーム作るときに水の あの川の水をこう違うルートに一回変更してダム作った時にそこに何かこう化学反応が起きて水がすごく青くなるっていうのがあってで結局これは綺麗だっていうことでえ残したんですよねでその化学反応でそこにあった白樺の木とか全部枯れてこう死んでるこう枯れた木があってそこに水があってすごい天気によるけど 天気悪い日は結構緑っぽくエメラルドグリーンに、あのー、映るんだけど天気いい日はすごく青く、えー、でそここう動いてない水なんでこうピタッとしてて反射して綺麗でみんなそこ写真撮ってるんだけどそこになんと外国人が泳いだんですよ外国人おい何やってんだお前 えっと、この外国の方が、昨日か一昨日か、どっちですかね、18日、18日に、水着入ってたかパンツなのか分かんないけど、もうその池の中、バッシャバっしクロールしたり、えー、ブレストストロークとかいろいろ泳いで、で、そこに、もう一人仲間がドローン飛ばして、それを撮影してたと。で、周りの客、結構まあ、なんとなくこう、神秘的な場所として、 えー、宣伝してる観光地で、あのー、みんな,なんか「ー」みたいな結構こう結婚式の写真を撮りに来る人もいるし、まあ、それ海外の方多いんだけどそういう人もいるしなんかちょっとこうすごいもの見たーみたいな感じになってんだけどそこでバッシャバッシャ泳いででドローン飛ばしてるっていう,うバカ野郎みたいなもう街の人がみんな驚いちゃってインタビューで。 もうマナーがひどいですみたいなとかいろいろなんかみんな言ってるんだけどまあこれはあのどう考えてもですね YouTuber かまあ多分 TikTok じゃない俺思うには TikTok ネタを取りに来てるやつですまあ最近日本でねあの何人か問題人物いましたねなんかあの捕まった人もいたよね あのアメリカのなんか黒人でライブストリーミング系の人でいろいろ人と喧嘩したりしてあとなんか日本を全部あのバスとか電車とかタダで乗って日本を旅する YouTuber とかなんかそういうのはいたいよねやめてほしいですねでもまあ,あの正直、えー、アメリカでこういうのが、ね、すごく多いですあのプランク っていうあ、これ今日のじゃ最後の英語にしましょう。PRANK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  Pr っていうのはね、えー、っと、日本語で、なんて言うんだろう。PRANK。PRANK。Prank いたずらん。なるほど。いたずらね。これがまたね、あのちょっと日本語、一番近いのはいたずらだと思うんだけど、 正直ね、ちょっと違うんだよね。あ、プランクっていうのは、仕掛けっていう意味も入ってるんですよ。なんか、なんか仕掛けて、罠を仕掛けて、で、そこに、えー、入ってきた人がやられて、それで、ははっは,はってこう、笑いを取るっていうのが、プランク。いたずらってなんか、あのー、まあ、あもうちょっと、 うん分かんない。俺の感覚がずれてるのか。いや、でもね、英語のプランクってちょっとそういうギャグですよ。一応、笑いを取ろうとしてやってるんだけど、結構過激なやつもあるんですね。で、アメリカは昔からやっぱり YouTube の10年前とかは、本当、プランク系がすごく多かったし、流行ってたんだよね。それで一時期すごくこう ヒットした人がいますね。まあ、日本人の YouTuber もそういうの使ってる人もいましたね。あの前コンビニに入っておでんあのおでんにくしゃみをするとかなんかそういうのあったような気がするんだけどあとそういうのばっかりやる人人になるとプランクスティ S-T-E-R がつくんだよね。プランクスタープランク。 S-T-E-R。これは日本語で何て言うのいたずらャ。いたずらシ聞いたことねえな。いたずら者お前はいたずら者だな。あいつはいたずら者なんだよ。そういう感じちょっとわかんないけど、r プランクス e r まあ、ああのー、今回のビエの青い池で泳ぐ人はどっちかっていうと、そっち乗りなんじゃないかなと。たぶんその。 泳いじゃいけないところで泳ぐそれをドローンで撮りそしてきっとそれを見てる人たちの顔も撮ってたような気がするよなんかそのリアクションみんながもうあーみたいな何やってんだあいつやってっていうのを撮って、えー、それを編集して出してなんか盛り上げるっていうまあそんなバカなやつもいますねまあバカって言ってもでもなんかねちょっと 若干そのその羨ましいというかまあ自分はやらないんだけどその思いつきその青い池で泳いで撮影したらすげえんだろうっていうその思いつきとそのガッツあのー、まあよ,よくない行動なんだけどまあ尊敬する部分もあるんだよな不思議とね。 自分にもちょっとそういう、そのぐらいのパワーあったらいいなぁと思いました。はい。今日はこれぐらいにしときます。もう22分。あのー、15分以内にまとめようと思ったけど、無理だね。えっ、ー、と、今日はですね、えー、今日の放送、今日のアメリカン、アメリカトゥデイ。まだこの番組名決まってないんだけど、アメリカトゥデイ。そうしようかな。 今日の日、今のアメリカ、アメリカトゥデイ。今日のアメリカトゥデイ。のこの番組は僕の提供でお送りしております。あのー、ケンジさんに今日の番組を捧ぎたいと思います。あのー、2日前に知り合いの方が亡くなっちゃって、えっ、ー、と、今日、その四つ屋に、四つ屋に行きました。 たまに日本語変なのね。お通夜に行きました。あの、年齢がね、自分とほぼ変わらない人で、えっ、ー、と、そんなに最近も何年も会ってないんだけど、あの一時期いろいろあのお世話になった人で、まあ、悲しかったですね。あの、急に亡くなって、で、まあ、そこに行くと、またいろいろ共通の友達がいて、いろんな人に会って、この命の、 うん、繊細さというか、うん、そういうことをまた、えー、久しぶりに考えさせてもらいましたですごく本当笑顔で本当優しくてすごいでかい人だったんだけどあのごつくてで多分夜街でこう なんか暗い道でもしすれ違ったら怖いなこの人って思うような人なんだけどすごく優しくてえすごくナイスガイであの人を見た目で判断しちゃいけませんあのほんといいまあまあうんいろいろ喋ってもらえたからとりあえず今日はそれでちょっと飲んじゃいましたえ気持ちよくなりました今日はそして今日のアメリカ どうでしょうか皆さんコメント、i k ク、共有、君はいたずら者にならないでね。それでは今日の英語を振り返りましょう。Existential crisis.This あとアメリカのポップカルチャーいろいろ紹介しましたね。Hulk Hogan、Kid Rock、Dana White、そして backlash、backlash、反発とか跳ね返り。 Spa in the coming days, 今後. In the coming days, most of the in the coming days. Rise to the top. Rise to the top. Rise to the top of the ticket. At any moment. So prank this prank. Prank and prankster. いたずらといたずら者はいそんな感じで See you tomorrow <laughs>